番山崎亮が、11番木村レオ、アウト17番大橋。誰か黒いボトルが中に入って。Thank you.
Go!
でしょう。これより勝利監督インタビューを行います。2対4で勝利しましたブルースティック滋賀の山堀貴彦監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。本日の応援お願いします。はい、本当にまずすごい暑い中山田市まで足を運んでいただいてありがとうございます。本当にこの暑い中皆さん選手もその中で、なかなかうまくメンバー交代もできない中本当にすごく楽しみに走ってくれたのが本当に今日の試合を振り返って逆転する展開となりましたがいかがですか。先制点取られましたがちょっとうちの連携ミスというところで特に、引きずることなく、まず同点、というところでしっかりゲームを続けていたのでまず終わった感じは進歩したいですね。皆さんの応援を熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。山堀貴彦監督でした。続いて本日の試合で最も活躍された選手に贈られる POM 賞はブルースティック滋賀の山崎浩二選手です。今シーズンから POM 賞にはホーム会場でご協賛いただいております。山梨県ホッケー協会から桃のご提供をいただいております。プレゼンターは山梨県ホッケー協会の桜本和幸様です。本日の試合を振り返っていかがでしたか。今日は暑い中の試合で、ハードな試合になるのは分かったので、その中で、チーム時間となって、チームで頑張ってほしいです。PC では2得点しましたが、今の気持ちはいかがですか。そうですね、やっぱり今日は最初だけど、チーム時間となってプレーして、ペナルティーコーナーを大きく利用して、そこからゴールを決めることができたので、とても良かったと思います。最後にスタンドで応援されている皆さん、そして地元で応援されている方に一言メッセージをお願いします。いつも BS 滋賀のスポンサーの方々だったり、地元の方々、そしてこうやって試合会場まで足を運んでくださるファンの方々、たくさんのおかげで勝利することができました。明日の試合もしっかり準備して勝ち切るように頑張っていきたいと思います。終わりました。ありがとうございました。山崎浩二選手でした。